新南吉作「籠かき」月夜の松並木の道で一人の侍が後ろから走ってきた空の籠に乗せてもらいました籠はよ「よいしょよいしょ」と白い道を一筋に走りましたしばらくすると後ろのかごかきが「し と言いましたすると前のかごかきも「シッ!」と言いました。かごの中の侍が何だろうと思っていると今度は「叩き殺そうか」と後ろで言います。すると前の方が「もうしばらく待て」と止めます。中の侍は真っ青になって震い出しました。 これはてっきり自分を殺して金を取るのだなと思いました。面倒だ殺してしまおうと後ろの方が言いますと前の方が「もう少し先の崖の上から谷川へ掘り込んでやろう」と言います。さあ大変臆病な侍はもう歯の根が合いません。 かごはどんどん走りました。しばらくすると谷川の音がドドドドドド,ド,ドと聞こえてきました。侍は腰から刀をさやぐるみ抜いて下に置き着物の裾をはしょりました。谷川の音がだんだん近くなってきたところで突然かごから飛び出し風のように早くぐんぐん逃げました。 すると、カゴかきの一人が杖を振りながら、おーい、旦那ーと呼びながら追っかけてきます。侍は一生懸命逃げましたが、息が切れたので道端へばったり座ってしまいました。そこへ駆けつけたカゴかきが、旦那、刀をお忘れになりました。と、カゴの中へ捨ててきた刀を渡しました。 <laughs> せ拙者を殺すつもりかと侍はまだふるっています。かごかきは「旦那勘違いですよ。野良犬めがうるさくついてきたので谷川へ放り込もうと言ってたんですよ。」と言って「ハッハハハと笑いました。